キッド、ナイスおっちょこちょい。さすがっすね先輩。ああ、ビルの屋上から右のほっぺた、ど真ん中じゃないですか。右のほっぺはおっちょこちょいを演出するのにはモテこいだからな、外さねえよ。でも先輩、なんだ、誰も俺たちの仕業とは思いもしないでしょうね。誰も思わねえだろうな。ビルの屋上からご飯粒をつけてくるやつがいるだなんてな。女子高生の右肘だ。ナイスおっちょこちょい。やだ、なんでこんなとこにご飯粒ついてんの、のやつ。いや、恥ずかしそう。気づいた時には取れないぐらいカピカピになってるから。絶対あの子自分でご飯粒つけちゃったと思ってますね。世の中のご飯粒はな、全部俺たちが仕事としてつけてやってんだよ。分かってねえな。あの先輩、どうした。前から気になってたんですけど、ああ、この仕事って誰からお金をいただいてるんですか。お前まさか雇い主も知らねえでご飯粒つけたの。はい、誰なんですか。ご飯粒つけて恥ずかしがってる女の子フェチ協会さんだよ。なんすかその気色悪い協会。ご飯粒つけて恥ずかしがってる女が好きで好きでたまらねえやつが集ってんだよ。お名前そのまんまじゃないですか。そんなことねえよ先輩。それ怪しくないですか。怪しくねえよ。この協会のスポンサーはコシヒカリさんなんだぞ。だから俺たちコシヒカリ売ってんだ。そういうことだよお前。知らなかった。じゃあそろそろ仕事の続き始めんぞ。はい。先輩危ない。もう先に向かいのビルから銃口が見えます。銃口、俺たち狙われてますよ。バカ、お前田中さんじゃないか。田中さん。田中さん、俺の師匠だ。他にもいるんすか、米売ってるやつ。足りめえだろ。おい、お前田中さんに挨拶しとけよお前。はい。小林さんの元で修行させてもらってる磯谷です。立派にご飯粒つけられるようになるんでよろしくお願いします。うわ危ねえ、ちょっとあの人撃ってきましたよ。田中さんなりのよろしくなら。かっこいい、あざす。田中さんの米は笹錦なんだぜ。本当だ、全然粘りが違いますね。やろう、赤飯の山さんってのもいるから。いや赤飯はさすがにバレるでしょ。バレねえよ、山さんプロだからな。あ、そうなんすか。そういうもんだよ。あ、じゃあ先輩、あ、あれが山さんなんですね。山さんいいのか。あのビルの奥で構えてるあの人。磯谷伏せろ。どうしたんすか。あれは山さんじゃない、ガチのスナイパーだ。ガチスナイパー、ガチ米じゃないすか。もちろん実弾だ。実弾、実弾。なんで俺たちがスナイパーに狙われてんすか。実はこの前誤ってつけちゃいけない人にご飯粒つけちまったんだよ。そんな誰につけたんですか。山崎パン社長、飯島信弘だ。何やってんすか先輩。やっちまった。パン界のトップにご飯粒つけちゃうなんて、ま、さかそりゃスナイパー雇ってきますよ。まさかパン屋にご飯粒つける日が来るなんて。くそ。でもなんでそんなミスしたんですか。あの日な、家出るとき嫁さんと口論になっちまってな、むしゃくしゃして米粒乱射しちまった。だから何やってんすか。反省はしてる、とりあえず捨てとけお前。ちなみに奥さんとの喧嘩の理由は何なんですか。あいつ洗濯機のこと洗濯機って嫌がるんだ。器小さっ。いいから黙っとけお前。あ、もういいぞ、ちょっと何とかなったよな。よかった、ヒリヒリしましたよ。なんかすまんな、恥ずかしい姿ばっかりしちゃって。これじゃあ先輩としても。先輩、ここついてますよ。バカ、お前何もついて見えないご飯粒が。たくお前ってやつはまた狙われてます。長野県在住、県民のおかげに松田智也です。あの五木ひろしさんのですね、あのグッズで、五木ひろし の, あのお盆ってなんですよ、あのそれを使ってですね、あのアキラ 100% さんみたいなことやるパソコン 100% っていうネタを出しましてね、仮に見えそうになったとしてもあのお客さんが手がれて目細めて見えなくするっていう、ネタなんですけど、昨日没にしました。一応緊急報告しとかないとね、なかなか会えない時代なんでね、まあ、言うとりますけどね。こうね、ピン芸人もですね、やっててだんだんこうおっさんになってくるとですね、落語に興味が出てくるでございますね。これきっと自然な流れでしょうね。高校時代野球部でですね、遠征試合であの愛知県に近づけば近づくほどですね、対戦チームがフライのことフリアーって発音になってますからね、エビフリア感覚で、これも自然な流れでしょうね。あと剣道でですね、こう突き覚えてだんだん練習してあの外国に近づいていくとフェンシングやったくなるらしいですからね、これも自然の流れでしょうね、自然の流れの話を不自然な比喩で解説してますけどね、落語でですね、登場人物がこの歩くルートをしゃべる道中付けってなんですよ。山崎町を出まして上野の山下へ出て三枚橋から上野広小路へ出てみたいなね、道中付けってなんですね。これもしですね、あのゴキブリが喋れたらやってそうですね、ゴキブリの道中漬け。
冷蔵庫の下出まして汚い棚間取り出しまして人間の足発見しまして慌ててタンスの隙間まで逃げることに成功しまして黒い盗塁王なんて自分にキャッチコピーなんかつけちゃったりしまして今度は本棚に行きましてメジャーと刺激の巨人全回揃ってましてちょっと前の今時の股間なんかツッコミなんか入れちゃったりなんかしましてこのトイレ通過しまして今度触覚が邪魔なんで武田鉄矢のままなんかやっちゃったりしましてそのまま今度は違うタンスの隙間に行きましてゴキブリ捕獲に捕まったゲームオーバーこういうやつですねゴキブリ道中漬け、渋い冗談で人柄で勝負してますんでね、というね。あと他にでもですね、こういうのもありますね。寺田体育の遺産の道中漬けね、玄関出まして売れたい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 走りで新宿風になりましておざーすおざーす商店街の人に挨拶なんかしまして昔の宣材写真のポーズで信号待ちなんかしまして売れたい売れたい売れたいそのまま新宿風の舞台飛び出しまして寺田ホイホイという名の総裁トークに捕まりまして総裁時間が得意の時間がつくのかましましてはい、ほいでねすっとこどっこいスタートですこういう感じなんですねこういう感じですっとこどっこい始まってですねすいません5人いらっしゃいますんでねそう楽しいライブでございますね今日はそんな感じですニュートンリンゴ落ちたところでお時間ですどうもありがとうございましたはい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 、じゃあ前半続いてくれはいはいはい朝ね、浅井賞がすごいんですよ多いんですよ、浅井さんからあ、最初か、はい、この大変な時期にありがたいですねありがたいですね、ということで、4組4組ですか、はい、全部美少年賞もありますから、ね、4組美少年賞含めて4組4組選びましょう、そうそう外れる人の方が少ないんじゃないですか、これね外れるとこれちょっとショックでかいんですけど、ね、外れる人が多いですね多いんですけどね、はい、総裁ちょっとはいじゃあ寺田さんのおすすめの西の京はい、はい、西の京、はい、西の京出てくださいありがとうございますありがとうございますそして2番目もう僕読んじゃっていいですかあんまり読むと三井になるからあそうですか一言ずつ一言ずついきますかはいはいわかりましたはいはいどうですか？なんだそこですか？世間話だね。いきなり銃持ってるから。いやなるほど。敬語になっちゃって。撃たれるじゃねえかな。米粒なんだ。そう米粒なの？米粒か。大丈夫です。そうですか。ご飯なら好きでしょ？ご飯大好き。本当に好きですね。あれがダメなんで糖質ね。糖質あれがだよ。どうやったらそんな痩せられるの？びっくりするやってるよねしっかり汗かくことぐらいですか、ね、あ、そうなの、はい、体質なんか昔からもうガリガリで持ってそうだな、この野郎なんですか、それ、若いでしょ、いくつ、今年24です24ですな同級生で同級生、京都で、はい、あ、京都で、中学、高校一緒そう中学、中学、高校が一緒だったよ、2人組んでどのくらいなの、2年目ですね2年目おお、どこ行ったの最初なんか養成所とかいや行ってないですいきなりそうそうじゃあ京都で東京行ってやろうとかそうですそうですそんな感じですそうなのそうですああこれそうだよねだって、ね、今60万とかかかるんでしょああ養成所ねお金かかるからねああそうですよね値段はどっちで考えてるのあ2人で、はい、あ2人で2人でだいぶ変わってるよねいやこいつなんですけど悪者みたいな鍵のやつもこの前やらしてもらった鍵のやつも今日のやつもこいつのアイディアでこう組んでいくって感じなんですこっちがあの小林健太郎ですか同じ小林なんああそうよ同じ小林なのやっぱり小林ってこういうネタ作るんだよやっぱりそうなんすかねああ他と違うようなそうそうそうお前生きたネタ頑張れよオリンピックあるからなまたなオリンピックの演出頑張れよ僕じゃないんだオリンピックあるからいや、若いからもう一回東京オリンピックあるからいいなもう一回あるありますかね生きてる間にお前らあるよもう一回来るよ60年後ぐらいにはいや、ギリやなはい、じゃあ早速総裁は何の賞でありますか、はい、美少年賞はい、ありがとうございますありがとうございますはい、熊本復興支援のはい、美少年賞ありがとうございます前回美少年賞からそうですまただから SNS でちょっと発信してるのかな熊本の復興支援のそのプロモはい、ありがとうございますはいはいはい、わかりましたじゃあありがとうありがとうございますありがとうございますナイスおちょこちょいそう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 ヘラちゃんも打ってはい , 笑ったよさあ、続いて誰行きましょうか
あれですね、2位でいきましょうか。はい、じゃあ、いいと思うよ。はい、お疲れ様でした。さすがどうぞ。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、真っ黒だろ、お前な。合宿とかありまして。合宿行ってんの？はい、だってほら、コーチですから。いやいや、そうなんですけど、いや、この時期ってどうなの？コロナで、はい、合宿行くとか。そういうの聞きたいんですよ。こないだ茨城の先っぽの方まで行ったんですよ。合宿で。そこも30-40チームぐらい集まってましたからね。小学生の。そうなんだ。はい、茨城だからっていうのはあるのかね。はい。まあ、ただ、まあ、その感染対策とか、まあ、選手のベンチの間隔開けるとかはありますけど、まあでも普通に合宿。普通で合宿して試合もしてみたいな感じでやってるんだ。そうですね。あ、そうなんだ。はい、あとは前まではちょっとマスクとかつけさせてたんですけど、やっぱ炎天下の無理だよ、それ。危ないよ。そっちの方が怖いんで。そうですよね。いや、そこはもうマスク外させて、もう水分補給めちゃめちゃさせて合宿をやったっていう感じですかね。練習もそうですし、はい。やってます。なんかもマスクなしでやってる。あ、コーチ陣はやっぱりこう指示したりするので、喋るから。もうマスクはつけてます。つけて。はい。やっぱり。はい。コーチ陣の方がもしかしたら大変かもしれないですね。ああ、そうなんですね。はい。ああ、なるほどね。健康そうだからね。うん。だってそんな病気になったとしても全然大丈夫そうだね。あ、そうですか。そうだ。まだワクチンは打ててんだ。どうなのそれ、ワクチンは。いや、それが個人的に一昨日ワクチン打ってきました。集団接種会場で。あ、打てた。打てました。普通に打てたの。普通に打てました。一回目。モデルナ。あ、要するになんかそのサッカーコーチとかそういうことじゃなくて。じゃなくて普通に一個人として予約が取れたんで、打ってこようと思って取ってきました。子供に教えてるからね。そうなんですね。そうだよ。いやいや、だからそういうコーチとか確か先に打てたはずなんですよ。場所によっては。はい、そうですね。そんな感じですね。じゃあまあね。はい。自宅で。ありがとうございます。痛いでしょ。はい。ありがとうございます。サッカーでちょっとありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。はい。じゃあこちらのお酒。なんですかこれ。なんですかね。なんだこれ。ちょっと見てみよう。全然お酒わからないですよ、俺。もうお酒。見えないですね、これね。まあまあ、なんか、あ、高級だ。ウイスキーですか？いや、ワインですか？ワインですね。はい、はい、はい。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、行ってみますか？はい、行きましょう。はい、銀河都市。はい、銀河、はい。みんな、警備。はい、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 ははいはいはい、早く準備してていいんだけど、はい、はい、お忙しいよね、100円の司会やってね、すぐネタやって、え、これは選んでくださった、そうです、浅井賞で、え、総裁が、ですよ、浅井賞、え、浅井賞、浅井賞で、総裁が選んで、そうです、え、聞こえる耳息をしない総裁がどうして、大川工業から2組は、いやいや、ほとんど当たるんだよ、今回、ああ、そうです、ああ、なるほど、外れる方が難しい、そうなんだよ、ああ、そういう、外す方が難しいんだよ、なんだ、なんだ、そうだよ、まあ6組中4組渡してんだから、あと1組ですよね、え、松尾、頭前大丈夫ですか、ああ、そこが気になるな、それになるな、それはちょっとね、結構な経歴ですよ、そうですよ、そうなんだよ、だって松尾さん、さっき、俺、何年コンテストコーナー出てんだよって言ってました。100円からですからね、あの人ね。もういい加減ね、その一本ネタにみたいな。まあいいね、100円で出てたからこそ結婚1回できたんだ。ああ、その後離婚してるじゃないですか。そうなんだよ。そんなこと言うなよ、お前。そんなこと言うなよ。そうだ、今ね、今そうですよ。幸せな話です。そうですね。すみません、すみません。はい、じゃあ。お酒いきましょうか。はいはい。じゃあこちらのお酒を。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあありがとう。はい、ありがとうございます。時間も制限があるんでね。はい。はい。じゃあ松尾にしましょう。松尾。はい、松尾。今発しよう。皆さん、見させてください。そのことネタにするなよ、ほんとやめて。ネタできないですよ。ネタができないからってやめろよ、その。ネタに困った時に必ずそうじゃん、ものまねだから。そうでしょ。だから大川工業のお客さんを考えて作ってます。みんな賞レースは実験台のネタですよ。俺だけは大川工業さんのことを考えてやってますから。そこは違いますね、やっぱり。どうですか、農業。農業。農業大変ですよ。大変。はい。どういう点で。全然危機意識がないですね、全員。どういう意味危機意識？あ、コロナとかでそういうなんか、でもコロナってそんな関係ないでしょ？関係ないですよ、だって長野県ってそんな多くないでしょ？だだっ広い畑に一人ぼっちなんだよ。オリジナルソーシャルディスタンスから一番いいよね、場所的にはね。
いやでも、はい、ね、だってその野菜が売れないとかさ、果物が売れなくなるとかいうことはないの、はい、ないです、バンバン売れます。バンバン売れるの、はい、もうそのみんな欲してるわけですよ。あ、そうですよね。だから観光農業は大変ですよ。あ、人が来ないから、ね、はい、人来ないもんね。あ、発送するのとか大川工業さんの無人販売は問題なしです。問題ない。あ、だからさくらんぼ狩りとかが困るんですよ。ああ、お客さん来ないもんな。あのさくらんぼ農家のおじさんたち集まって、種の出し方の会議が行われたんですよ。あの、こうやって飛ぶと飛沫が前に飛んじゃうけど、こうやって下に出せば飛沫が飛ばないんじゃないかとか、いや、おじさんたちがみんなずっとおじさんの口元見なきゃいけない緊張感があって、安心安全にはやるにはどうすればいいんだろう、大学さん呼んで、はい、ああ、そうかそうか、安心安全に食べる方法をみんなで考えて提言しなきゃいけないんだ。そういうことなんですよ。種がありますもんね。そうなんです。確かに今そこは子供は飛ばすの好きだったからね。そうなんですよ。さくらんぼとか、あ、種飛ばしたいからなくなりましたよ。さくらんぼの種飛ばしたいからありますから、実際にあるの飛ばして、その飛距離を、そうそう、飛距離を測るのかな。それはもうできないです。面白そうだな。飛ばつけ、あ、そうそうそう、そうか、そうなんですよ。まあでもちゃんとね、その、はい、ね、果物がちゃんと売れるっていいんだけどね。そうそうそう、リンゴなんかも大丈夫でしょ、まあ、大丈夫です。あ、雨とかもそんなないもんね、もう。雨は多かったですけど、まあまあ、今のところは大丈夫なんです、はい、九州方面はね、大変だけどね。そうですね、うん、なんか逆にお盆の時期に雨降ったら、うん、松茸いっぱい出ますから。はい、これはあの、なんか白木屋の親父のこことってあるじゃないですか、うん、田舎親父のこことってあるんですけど、はい、その中にお盆の時期に雨降ると松茸が出るってありますから。そうなんだ、はい、それ取りに行ったりするの松茸。行きます行きます。あ、はい、夏はカブトムシで、夏カブトムシ取って売って、秋は松茸取って売るって最適ですよね。そういうのあるんだ。そうなんですよ。もう農業の男だけないんですよ、俺。農業と我々だけじゃないですよ。サントリーでやってるんで。いろんなビジネスやってますんで。はい、おー、そうそう、いいね、はい、地方創生の話だよ、今の。そうですね。カブトムシ取るの楽しそうっすね。はい、あ、いいね。それが売れるんだからね、一番いいね。あと地方進んでますよ。結構その田舎の交通安全教室みたいなのあるじゃないですか。あらあら。あの飛沫が飛ぶんで、なんか腹話術のおじさんが人形だけ出して、あの説明して司会してるんですよ。飛沫飛ばないから人形だから。そういう改革をやってるんで、結構その東京の方も取り入れたら、すっとこもあの総裁が出たから腹話術で。まあ池ちゃんなんかそのタイプだよね。そうですね。まさにロボットが、ね、喋ってるっていうことだから。飛沫飛ばないですからね。いいですね。はい、ね、はい、研究してますね、みんな、はい、いや、テレワークの時代が来たね、はい、ね、ました、はい、農業、あ、すいません、はい、農業頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。頑張って。いや、それぞれですね、やっぱりね、このコロナのこのね、そうですね、緊張感が置いてね。